セミナーはサナル予備校が受験生の不安を取り除き全力で受験に臨んでもらおうと県内の各校舎で行っていて、今日は受験生の保護者およそ50人が参加しました。セミナーでは愛知県の高校入試の仕組みが解説され、これからでも試験対策が十分間に合うことや、新型コロナによる長期休校があった今年は特に暮らしの中で学習時間を増やす習慣を身につけることなど受験勉強のポイントが説明されました。